ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がメルセデス AMG G63 エディションマットブラック2019年式9600キロ、こちらの車両をご紹介させていただきたいと思います。今回ちょっとこちらの車両をご紹介させていただくんですけど、はい、もう超絶人気構造中の G クラスじゃないですか。なんで改めてこうなってますとかっていうのはもういろんな動画だったりだとかいろんな見物こう今出てますから、ちょっと今回違う感じで進めていこうかなと思います。ボンドならではの視点でいいですね。はい、はい、なのでこの車が知りたい方はあの別の専門家の方の動画とかありますんで、はい、そっちに見ていただくと分かりやすいかなと、うん、そうですね、はい、そこにこう対抗しちゃってもこう面白くないんで、そうですね、はい、というわけでちょっとこちらご紹介させていただくんですけど、はい、人気すごいっすね。いやもう相変わらずです。僕あの土方さんから G6 さん動画撮ろうよって言われて改めてこう出てる掲載してるのとか見たじゃないですか。あれ値段おかしくないってプレミアついてるんですよ。今プレミアついてます。しかもあのネットとか簡単あ、まあ、ネットで検索するじゃないですか、その中古車を。で台数まあまあ出てくるんですよ。でその中で高い方が売れるっていう不思議な現象が起きてます。なんか噂に聞くところだと、うん、なんかもう新車の方の、うん、受注がだいぶ滞ってて、そう、はい、まだ多分1年以上かかるんじゃないですかね。はい、であのもしかすると G6 さんもオーダーストップ入るのかな、入ってるのかな、入るそんな状況なんですか。状況みたいです。なるほど、はい、でもこの車ってもう新車価格が2000万以上するわけじゃないですか、うん、はい、その車がそんなに需要と供給のバランスが崩れるっていうのはすごいですよね、うん、これ多分世界全ての自動車メーカーが影響されている今状況があるので、その中でやっぱりこう少ないながらも人気がある AMG コンプリートカーだったり、そのコンプリートカー用のユニットだったりエンジンユニットだったりっていうのがなかなかこう生産が厳しい状況にあるのかなってなんとなく想像できますけどね。でそれがなんかどうも一時的なものじゃなくて、うん、ちょっと長いスパンで続きそうだっていうんで、はい、今すごく値段が高騰しているということ で、 そうです、ね、で今回ご紹介させていただくのはこのエディションマットブラックなんですけど、はい、もう結構装備も充実してるんで、うん、はい、ちょっとかなりお買い得なですね、まあ、価格がプレミアついてるんですけども、うん、今の現状であれば結構お買い得な内容じゃないかなと思いますので、はい、ちょっとその辺も詳しくご紹介させていただくんですけれども、うん、ちょっと今回僕あの G クラスご紹介するにあたって、はい、あの改めてちょっと G クラスの歴史勉強しようと思って、うん、調べたんですけど、これもまあ深いっすね。いや深いっすよ、はい、でまた書いてあるものがバラバラなんですよ、うん、あ、はい、いや軍用車スタートだって言ってるところもあるし、はい、いやいやこれは軍用車スタートじゃないよと、はい、まあ、いわゆるその NATO に採用されたのは販売されてからだよっていう話もあるし、はい、まあ、いろんなのを見たんですよ。で僕が今回ちょっとまとめてきたものをちょっとお話しますんで、うん、はいはい、まあ、そこを土方さん補足していただいたりとか、はい、あと多分見てくださってる方でもっと詳しい方とかいらっしゃると思うんで、いや違うよ違うよ、そう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 、はい、コメントいただいたりとか、はい、訂正いただいたり、うん、はい、そしてそれ全部踏まえて、まあ、どこにできればいいかなと、はい、で車のこの走りとしては1972年の、はいはい、だから NATO が、うん、多目的自動車これ作りたいんですけどみたいな話をした時に、うん、手を挙げたのがメルセデス、まあ、現メルセデス、ダイムラーが、はい、それもなんかイランの王様がそういうの募集やってるから作ろうよって言うんで声かけたんです、ね、僕もそれもなんかその英語の読み物を翻訳して読んだんで、うん、どこまでのどこか分かんないですけど、はい、でそこで声かけたのがシュタイヤプフ、はいはい、あの PUCH って書く、はいはい、僕もそんなに詳しく知らなかったんですけど、うん、そこと組んでこれを企画したんですよ。でその時に、まあ、メルセデスがエンジンを作って、うん、あとミッションかな、うん、だとそのシュタイヤプフっていうのが、うん、軍用車とか、うん、あと多目的自動車を作ってるオーストリアのメーカーなんですよね。そうオーストリアですね、はい、でそこ の、まあ、その駆動系だったりだとかシャーシの技術をガッチャンコさせて作った車がタイプ461、はい、ただそれが採用されなかったんですよね当時。なんかワーゲングループの別の車に決まって、はい、それがチューブラになっちゃったんです、うん、でその後1979年ですかねにじゃあ民生派として販売しようっていうんで出てきたのがこれの前方に当たる、はい、ちょっとその前方に当たるっていうのをちょっと後で訂正しますけど、うん、はい、前方に当たるこのメルセデス、うん、ゲレンデバーゲン、はい、でその
次の年かその次ぐらいの年に NATO に正式に採用されて軍用車としてもスタートするんですよね。あ、その後らしいっす。なるほど。だからその一番最初の企画の段階をカウントすると、うん、いやこれ軍用車スタートですっていう人もいるし、あ、はい、そのゲレンデバーゲンとして発売された民生の発売されたのを最初っていうふうにカウントする人は、うん、いやいや軍用車スタートじゃないよっていう人もいるんで、うん、そこが結構こういろんな意見があるみたいです、はい、僕が調べた限りだとそんな内容みたいです。ちょっと都市伝説的なところもありますね、やっぱり、ね、いろいろ言われててね。でその調べていく過程で僕びっくりしたのは、うん、この現行型ってフルモデルじゃないですか。フルモデルって言いづらいんじゃないですか、メーカーも。なんか調べたらなんか確かに型式も変わってないし、はい、大幅マイナーチェンジって書いてあるところが結構多かったんですよ、うん、だから型式も463が 463A になってるんで、そうですね、一瞬なんか464って書いてあるのも結構あったんですけど、あ、463なんでなんか落ち着いた感じですよね今。落ち着いちゃいました、はいはい、だからフルモデルじゃなくて、うん、マイナーチェンジのすごく大きいバージョンだなっていう、うん、でそれと同時に僕感じたのは、うん、この車ってメルセデスで言ったらかなり異端じゃないですか、うん、全然こう言ったらこうらしくないって言っちゃあれかもしれないですけど、うん、なんかメルセデス哲学よく聞くのあるじゃないですか。だいぶ当てはまってないなと思って。だって例えばですよ、エンジンより速くとかってよく言われるじゃないですか、うん、要はエンジンよりその速い受け止められるシャーシがメルセデスの車作りの、その根幹としてる部分ですよ、うん、だからこれ作った時ってそもそもシャーシ作ってないじゃないですか。まあそうですね、はい、挙句だって最初出た時230じゃないですか、うん、はい、でまさかこの後にこのどでかいエンジンとこのパワーのエンジンが乗っかるなんて夢にも思ってないじゃないですか。だ当初はその V8 が乗った時はちょっと強引なんじゃないかなみたいなイメージもありましたよね。逆に言うと今更ですけど、その300だったり、まあ、320だったり、まあ、もっと古い230かとかだったりするとものすごい遅いですからね、車が。今更ですよ、はい、今更、はい、今更乗ると。でも仙台で言ったら、はい、仙台で言ったらもう究極なのは12気筒が積んでるモデルとかもあるじゃないですか。ありますね、はい、でもちろんこの型になってそのラダーのまんまですけど、まあ、一新されて結構車が軽くなったりと剛性上がったりとかってしてますけど、はい、ちょっとそのエンジンより速いっていうのはちょっと強引じゃないかなっていう僕はそういうふうに思ったんですよね、はいはい、であとはその安全性の部分に関しても、うん、どっちかっていうとメルセデスってすごく安全に対するこう考えがこう先進的というか、うん、当時からこのエアバッグ積極的に採用したりだとか、はい、そうですね、はい、あと ABS 採用したのもメルセデスが一番最初ですよね、うん、はい、っていうのもあるんですけど、こう衝突された側歩行者とかの安全もすごく考えてるメーカーじゃないですか、はい、ただこの車に関しては、うん、どっちかというと乗員の方に重きが置かれてるんじゃないのかなっていうスタートじゃないですか、うん、だその辺も結構こう異端というか、なんかメルセデス哲学に当てはまらないんじゃないかなって僕思ったんですよね、掘り下げていくと。いい言い方なのか悪い言い方なのか分からないですけど、ある意味メルセデスじゃないじゃないですか。確かに基本的に言ってしまうと463って、だそれをどう捉えるかだと思いますけどね。けど今となってはもう看板車じゃないですか今はね、はい、一番のね売れっ子ですから、はいはい、もうそれがなんか改めて考えるとすごいなっていう。そうですね、はい、まあ、時代は分かんないですからね、どう変わっていくか。そしてこの異端で、まあ、言ったらちょっとアンバランスでもあると思うんですよ、うん、にこの人気が集中してるっていうのは、うん、改めてちょっと車ってなんかもう言い悪いと好き嫌いはもう本当に違うんだなっていうのが感じました。う、うん、はい、いやでもね、私が個人的意見、個人的な考えとして思うのは、そのずっとその1970年代からこの形が出るまで、2016年とか17年ぐらいまでとか、幾度となく G クラスはもうやめるっていう噂がずっと流れて。あ、そうなん、そうなんですよ。そのたんびにこう、じゃあ G クラスに変わる車種は何なんだっていうのでいろいろ出るじゃないですか、メーカーとしても新型車を。それがやっぱりこう G クラスをこうメーカー内でじゃあフェードアウトしてもいいよねっていうふうにいう意見が出てくるほどの売り上げを伸ばせなかったっていうこともあるような気はします。これはあくまでも僕の個人的な捉え方なんですけど、そういうことを考えていろいろやってって今になってしまったら、結果
一つの型式として30年以上35年とかずっと作り続けていたから この時代になって一番選ばれるというか一番の人気だ。例えばそれをやめちゃったとするじゃないですか。じゃあ2000年にやめました。で20年近く空いて復活しますって言ったらどう思います？ちょっと捉え方変わってきますね。変わってきますよね、はい、僕だったら多分あいいじゃんゲレンデの新型復活だ って乗ったら多分いや前のゲレンデはこうじゃなかったじゃんってなるじゃないですか。だったらそのままこう継続してつなげといた方が確かに。でビッグマイナーって言った方が、はいはい、メーカーとしてはユーザーのこうニーズに収まりやすいというかあの掴みやすいそういったこうマーケットの捉え方があって僕は型式も変えてないしビッグマイナーですよって言い方してるんだと思います。だから僕らも車体番号だとか型式だとかしょっちゅう見るじゃないですか。 WDB463 で始まるじゃないですか。今時 WDB のベンツってないんですよ。WDD だったり WDC だったり、はいはい、WDB なんて言ったらもう126だったりね124だったり140だったり古い90年代までのものだったりするのでその辺もなんかこういろいろメーカーも考えてるんだと思います。でこれを出すって決まった時にその企画段階でいつか分かんないですよ。2010年なのか2015年か分かんないですけどある意味諦めたというかある意味意思決定したっていうのはゲレンデはゲレンデで継続しようっていうことだと思います。だからツッチが言うところの話にそういうふうに考えるとちょっと合点が合うのかなと、うん、先進安全技術を盛り込むトップのメーカーじゃないですか。僕忘れもしないですよ124、前期モデルはエアバッグがなかったんですよ。で後期からエアバッグついたんですよ。そしたらメーカーはレトロフィットキットって言ってついてない車にどんどんつけるように、はい、20何万とか確か30何万でディーラーでつけられたんですよ。それぐらいベンツってやっぱり配慮してる僕はすごいメーカーだなってその時改めて思いましたね。でそういうこう時代を経て歴史を経てこういう風になってるので僕は大好きです。西川さんの評価はやっぱりかなり高いんですね、はい、確かに安全に関する部分は僕メルセデスミュージアムは2年前にそのドイツ出張で行かせていただいたんですけど、はい、その安全に対する取り組みこんなことやってますよっていうコーナーがあるぐらい普通ないじゃないですか。なんかすごくこう取り組みしっかりしてるんだなっていう、はい、のは僕現地でも感じたんですよ。で気がつけばこの車ってメルセデスで一番長く作った車なんですね。ウニモグを除くって書いてありましたけどウニグ、はい、ウニモグも微妙だけどね、はいはい、ウニモグってちょっとこう特殊なラインじゃないですか。完全特殊な一応ウニモグを除く一番長く作ってる車らしいですよ。で気づけば去年で40万台ですか、うん、すごくないですか。すごいよね。911が17年に100万台とかって言って、はい、あれだけだったら走ってる911がようやく2017年に100万台って言ってなんかその記念の車出したんですね、うん、その半分を、はい、こんな個性的な車が、はい、作るすごくないですか。すごいよね。改めてちょっとこのやっぱり人気、うんうん、そういうところにもつながるのかなっていうのを僕ちょっと今回感じました、うん、はい。そして過去最高のちょっと長いあの前置きだったんですけど、はいはい、今回そんな車でさらに今回ちょっと特別なんでちょっと端から見ていきたいんですけど、はい、あのエディションマットブラックっていうことで、うん、あの一番目につくのはこのマットカラー、うん、そうですね、はいはい、そのまんまマットブラックです。今結構いろんなメーカーでこうマットカラーとか特にマットブラックなんか多くなっちゃいましたけど、はいはい、やっぱりこの四角いボディでこのマットって何でしょう、この威圧感というか、はいはい、塊感というか。そうですね、ちょっと他のメーカーにない雰囲気ありますよね、やっぱり G クラスがやると、うん、なんかこう、もともとこう四角いスクエアボディなんで実寸以上に大きく見えるじゃないですか。そうなんですよね、はい、ものすごい皆さん大きい車だって誤解されてるんですけど実はちっちゃくてこのボディサイズでも E クラスセダン、あの C より短いらしいですよ。あ、そうです、そうです、全長が短いです、はいはい、だ車幅とか、全体の大きさ、まあ、高さはありますけどね、190、これで190ちょっとぐらいだったかな。で先代で190、まあ、車種によって5から8の間ぐらいだったと思うんですよね、2メーター弱で。なんで、まあ、スクエアなボディが大きさを感じさせますね。そうですね、体積がどうしても大きいんですごく大きく感じられますけど、確かに、はい、意外に車はコンパクトという、うん、はい、それがこのボディカラーでなんかこう大きく見えるというか逆に。そうですね、より一層迫力増してますからね、はい、あとこう
いろいろ、あ、そうですね、いろんなところが黒くなってたりとか、はいはい、部分がありますんで、してると、はい、でこれボディ的には土方さん、その車両販売させていただく立場として、はい、マットカラーってどうですか、お客様に進めやすいというか、逆に進めづらいです、進めづらいです。ただなんていうんですかね、なんとなく手入れ方法を分かっていれば別に純正カラーなんで何とでもなりますし、そんなに神経質にならなくてもいいかなとは思います。ただ磨けないんで、うん、そこですよね、はい、なのでちょっとその辺だけ少し気を使っていただく必要があるのかなと、うん、はい、あと一つおすすめは、はい、当然お金かかりますよ、なんですけど、このいい状態のボディをやっぱりこうプロテクションフィルムで保っていただければ、マットのあのツヤがないプロテクションフィルムが今あるんですよね、はい、そうです、はい、はい、そんなの買っていただくと、そうですね、安心です。まあ、補修もできなくないですか、補修するとこう新しく塗ったところともともとのところの差が割と出やすくなる、結構出ます ね、意外とこう日焼けだったりとか、なんていうんですか、磨いてるつもりなかったんですけどツヤが出ちゃったりとか、熱太陽光とかでも意外とね、なんか変わってきたりするみたいなので、うん、まあ、ちょっとその辺だけ、まあ、作法がちょっと必要かなっていう、はい、そんな感じになります、うん、そしてあとはエディションマットブラックなんで、まあ、土方さんも先ほどおっしゃってましたけど、ちょっとところどころが黒くなる、はい、そうですね、ナイトパッケージプラスアルファっていう感じなんですかね。そんな感じです、はい、うん、まあ、通常マットシルバーだったりのこの辺が黒くなってたりとか、はい、これだいぶ効いてますね。いや、かなり効きますよね。もうここちょっとしたパーツなんですけど、はい、もう前回りがもう急にこう締まるというか、うん、はい、メーカーの人に怒られちゃいますけど、ボンドグループ的にはこれもう結構前からやってましたよって、はい、なんてことしてくれてんだって感じですけど、仕事を奪わないというか、そうです、はい、そしてあとナイトパッケージ入ってますんで、ヘッドライトが変わったり、はい、そうですね、これ結構変わりますね、イメージがね、顔つき全然違いますよね、うん、正解になります。で僕ボンドグループでナイトパッケージこうついてない車につけるのって割とこう定番って言ったらあれですけど、うん、割と多く作業させていただく機会が多いじゃないですか、はい、ブログなんかでも出してるんで、なんで知らなかったんですけど、ボディカラー黒でナイトパッケージって選べないんですね。そうなんです、はい、だから新車で黒黒っていうパッケージっていうか、その組み合わせがない、うん、基本的にこう限定車除く、あ、そうですね、だその点ちょっとこう真っ黒で最初から乗りたいよっていう方には、まあ、もちろん後からもできますけど費用かかるじゃないですか。そうですね、ヘッドライト決して安くないじゃないですか。安くないですよね、高いです。なんでその辺でもかなりおすすめじゃないかなと、はい、でもちろんそのシルバーシルバーのかっこよさありますけど、うん、まあ、この車の場合もうコンセプト通り真っ黒にまとめてある車なんで、はいはい、その辺かなりこうセールスポイントじゃないかなと思います、うんうん、はい、だと横回ってみましょうか、はい、はい、ホイールも専用の22インチ。そうです、はい、これも黒ところどころこの端っこだったりとかっていうのは、はい、そうですね、はい、ここがシルバーでなってますけど、あとはマットブラックになってますね。基本的にはマットブラックでまとめられた、はい、これもオプションで普通のゲレンデで同デザインをオプションで買えるじゃないですか、はい、すごい金額しますからねオプションで、普通に車買えるねえ、はい、だからオプションで選んでその金額だから、単純に新品でこうさらな状態で買ったらね、すごいですよね、さらに高くなる。じゃあこの辺もだから限定車ってすごくお得ですよね。相当お得です、はい、うん、まあ、こんなのついてると。で、まあ締まりとその構造の話はちょっと今さ掘り下げるまでもないと思います。そうですね、はい、だ今回の車は当然ノーマルですから、はい、これから触っていただいてもいいのかなと。全然、はい、特に G クラスの場合上げても下げてもいいじゃないですか。そうですね、はい、でいい耐風量ついてますけど、はいはい、足元変えるなんていう楽しみ方もありますし。いや全然いいと思いますよ、はい、まだ外したものスタッドレス用にしたりだとか。そうです、はい、もしくはこのまま純正オリジナルパーツなんで大事に保管しておいていただいて、はい、そうそう、うん、まあ、いろんな選択肢があるのかなと、はいはい、あとキャリパーとかもいいですよね。そうですね、はいはい、もう皆さん分かっちゃってるんで、はい、仕様は、はいはい、そしてミラーはこれ、うん、グロスなんですね。そうなんです、ここはグロスです。でバンパーのこれと同じでグロスペイント、はい、ポイントポイントでこうマットじゃない、そうです、艶のある黒を使ってるんで、はい、ちょっとアクセントになってると、うん、だ結構こうマットで全部まとめるのもいいんですけど、うん、ところどころこうグロスを使い分けたりすると、うん、こう立体感が出たりとかして。そうですね、はい、多分メーカーにクレームですこれ。そうですね、これもだから僕はグロスブラックでよかったでだよ、ね、その方がんじゃないかなと思ったんですよね、はあ、多分ボンドに気遣ったんですかね。あ、本当ですか。仕事残していってやるよ。あ、やっぱりいやありがたいですね。ありがたいです、はい、お腹空いてる、はい、そしてあとは、はい、
まあ、特に横に関しては、うん、今更ちょっと掘り下げるところはないのかなっていう感じですけど、そうですね、うん、あとは横に関しては、うん、あの特に車の紹介じゃないんですけど、はい、僕おすすめしたいパーツが、うん、はい、つい先日川口学さん、あの名前出させていただいて大変恐縮なんですけど、はい、あのつけていただきましたよね、はい、つけていただいたんで、はい、電動サイドステップ、はいはい、ぜひこちらおすすめしたいなと、はいはい、すごくいいですよね。あの最初僕は電動サイドステップ、ね、作ります売りますって言った時に、いやサイドステップついてんじゃんと思って、それ考えてみたら高いんですよね、1段目がね。そうなんです、はい、あとはですね、結構僕言われるのは、うん、男性の方でいやそれ必要でしょっていう方はやっぱりあんまりいらっしゃらないんですよ、うん、ただお子さんとかあの女性の方が身近にいる方だと、いやあった方が全然いいよね、いや絶対いいです、はい、っていう方が急に増えるっていう、はいはい、あとやっぱりこうどうしてもお年寄りを乗せなくちゃいけない、ね、ちょっと年を取った親御さんたちを乗せるとか、まあ、僕自身 もう初老なんで、これ1台目がきついんですよ、はい、年寄りなんでそれツッコミに困るんでやめてもらっていいですか、普通にツッコんでもらっていいですか、恥ずかしくなっちゃうんで、なんでこう開けた時やっぱりこう乗り込む時にここが1段目が高いですよね、明らかに。で普通はこの辺であると楽なんですけど、だそういった意味では絶対 あったら嬉しい装備です。ドライバーの方も楽だなと思いますよ。あの川口学さんにも絶賛されてました。あ、はい、嬉しいですね。ちょっとこうワンステップがこう、うん、低くなるだけで、うん、乗り降りが全然違うっていう。そうですよね、乗りやすくなったっていう。確かにおっしゃってました。格納しますからね、そうです、自動で、はい、それが最高です。で63の場合はサイドにマフラーがついてる関係で、はい、こうショートバージョンのショートバージョンですね、はい、のものになりますけれども、はいはい、非常に人気なんでおすすめしたい、はい、パーツでございます。でこれ350とかあのマフラーサイズ出しじゃないのは、うん、長い、はい、ロングバージョンがあるので、そう、はい、もうそれはおすすめですね。後ろの方にもガンガン使っていただいて、はい、こんなのがございます、はい、で続いて後ろの方を回っていきますと、うん、あの僕あのいいですか、1個だけちょっとおすすめしたいパーツ。いいですよ、はい、ガラスをぜひこう名古屋店でも絶賛こうご好評いただいてますスガラスを、はい、ぜひおすすめしたいな。いや僕もおすすめしたいです。めちゃめちゃかっこいいです。なんか急にクラシック感出ますよね。出ます。あとおしゃれな感じが、そう、はい、今さらねスガラスってめちゃめちゃかっこいいです。こうマットだとこうもちろんその車黒いんで、うん、そのスモーク、うん、プライバシーガラスで黒いのもいいと思うんですけど、はい、あえてこうなんかスケスケっていうのは意外にかっこいいんじゃないかな、うん、いやかっこいいと思いますよ、はい、うん、でもね、僕自身も今自分で使っている車はあえてフィルム貼ってないんですけど、なんかそれを意識して見てると、あ意外と最近皆さん貼ってない車も意外と高級車あるなみたいな感じがありますね。あえてプライバシーを選んでなかったりオプションで設定されてれば、標準のものはしょうがないですけどね。でもゲレンデは標準なのでスガラスにしちゃいましょう。そうなんですよね、国内だとスガラスないんですよ、ね、ないんですよ。なんで本国のスガラスのパーツを輸入して、はい、まあ、交換する形になります、うん、はい、すごいなんかね、はい、通な感じがします。でやっぱりちょっと使い勝手的にはなんか見えちゃ嫌だとか、ちょっと日差しがっていう方もいらっしゃると思うんで、うん、多くの方に受け入れられていただけるパーツじゃないと思うんですけど、はい、僕はぜひこう、おいいじゃんっていうふうに思っていただける方には、そうですね、ぜひスガラスをお勧めしたいなと思います、うん、あとはもしスガラスになって熱がっていうことであれば、はい、その断熱のフィルムを貼ったりとか、あ、なるほど、っていうことも、まあ、考えられますので、はい、そんなパーツがございます、うん、そしてあと後ろに行くと後ろもところどころ黒くなってて、はいはい、非常に引き締まった印象ですね、うん、これはフロントと一緒ですね、はい、であとこちらですスペアタイヤカバー。なるほど、ここもグロスになってますね。でも真っ黒ですね、本当に本当真っ黒ですよ。なおさらちょっとエンブレムがやっぱり、そうエンブレムが何エンブレムまでやると黒すぎるっていうよりもここまでいっちゃって逆にこれが確かにそうなんですよ、なんかね変に目立っちゃうので、はい、何ですかスモあー、まあ、まあ、まあグロスブラックの方がいいか、グロスブラックとかにした方が、うん、の方がまとまりいいかななんて僕は思っちゃいました、ね、うん、要所要所でグロス使ってますからね、はい、うん、まあ、そんなのをご用命いただければ、そうですね、はい、はい、納車の際でも、うん、納車後でもできますのでお気軽にご相談ください。じゃあ続いて内装をご紹介させていただきたいと思います。で内装も、うん、もう皆さんご存知の通りかと思いますので、はいはい、ちょっとさささっと、うん、あと僕ちょっとこの紹介するにあたっていろいろ見たら、うん、あのみんなが知らないメルセデスの隠し機能みたいなのいろいろ出てきて、まあ、読み物とか動画とか、あの鍵でこう窓が開くのとかって、あ今閉めちゃいましたね、鍵でこう窓が開くのとかって
結構ご存じない方多いんすか。多いですね。だからご納車の時にコンフォートオープンとかコンフォートクローズって言うんですけど、あの、ね、こういう使い方できますよ。あ、そうなんですか。やっぱりメルセデスからメルセデス乗り換える方とか、はい、最近 BM もついてますけど、皆さん結構知らない人多いです。結構こうリモコンの開け閉めって割とこう新しい車、うん、ですけど、はい、こう昔だとこう鍵穴こう回しっぱなしで閉まるのとかあります、ね、結構前から押収車の場合あるんですよね。多いです。これ便利に使っていただくと夏場なんかは、はい、乗り込む前に長押ししてもらえば、うん、先に換気してからとか、うん、あとは結構よくあるのが、あの僕うちの車もそうなんですけど、子供乗せといて目的地ついて降りたら子供がこう窓を開けててもう閉めとけよっていう、そうあるね、はい、それなんかも降りてからちゃんと閉められると。これメルセデスだけじゃなくて今結構 BM でもリモコンで行けたりとか、できます、はい、いろんな車にできるんですよね、うん、はい、そんなのもついてると。はい、そしてなんか改めてご紹介させていただくと、中もかっこいいじゃないですかこれ。いやこれいいですよね。これまず目につくポイントとしてはカーボンのパッケージ入ってるんで、うん、そうです。カーボンの範囲がなかなか広いですね、はい、これなかなか広いです。ドアもそうだし、はい、メーターのところもそうだし、そうです、はい、でセンターパネルとセンタートンネルですかね、はい、これやっぱりこう黒とあのカーボンって一時こうグロスのカーボンとグロスの黒ってちょっとこう同化しちゃうんでっていう話もあったんですけど、はい、なんかマットが出てから急に増えてますね。増えてますね、うん、やっぱりこうちょっと同化しないでちょっとこうカーボンが際立つというか、はい、そうですね、それはあると思います。まあ、バランスはいいと思いますね、うん、逆にこう同化させたく見せたくってこうグロスグロスでやったりもしますけど、うん、カーボンのマットが出てきたりとか、うん、ボディカラーもマットが出たら急にこう余計組み合わせが増えたなっていう、そう。あと土気がついてるかどうかわからないですけど、ここ数年高級車のレザーってほぼほぼツヤがないんですよ。って思いません？確かに昔はツヤあったよね、ロールスでも何でも ね、ベントレーでも、はい、ツルッとしてたじゃないですか、はい、最近はツヤのない、はい、まあ、ボディで言えばマットブラック的な、そうですね、はい、これあの顔料と染料の違いなんでしょうけど、とか、あ、なるほど、なめしの段階から変えてるんでしょうけど、はいはいはい、本当ツヤを引いてますね、はい、最近の高級車は。でこれシートとかもよく見ると真っ黒一色じゃないんですね。違うんですよ、はい、こう座面とか背中のとこっていうのはちょっとこうグレーに近い、うん、濃いめのグラファイトって言えばいいですかね。よく見るとツー、うん、そうだから写真でパチンって撮るとツートに見えちゃったりするときあるんですよね。でも目で見ると黒一色みたいな。これかっこいいっすね。かっこいいっすよ、うん、でも多分メーカーも分かってて本当に単色にしちゃうと重くなるじゃないですか、うん、なるほど、うん、だからそういうことも考えてるんだと思います。これもだから最初に話戻りますけど、うん、あのタイプ461、うん、軍用車スタートの時はまさかこんな豪華な内装がくっついてねえ、はい、もうカーボンのパネルがつくなんて多分夢にも思わなかったですよね。だって大きく分けてしまったら明らかに高級車の類なわけじゃないですか、うん、この車って。なんか1999年ぐらいまでそのプフのバージョンのやつ作ってて、うん、もう後半は割とそのウッドが多用されたりとか、はい、高級路線のもかなり増えてきたみたいですけど、そうですね、この最初と現行でここまでこう温度差がある車もなかなかないなっていう、うん、はい、こんな内装になってございます、はい、ちょっとじゃあ早速乗ってみたいと思います、はい、でちょっと初心者なんで僕はステップ使わないですけど、はい、乗らせていただいて、このまず眺めがいい、そしてです、ね、はい、なんかこう冒険してる感じになりますよね、はいはい、姿勢も、うん、視点の高さも、はい、そして、まあ、機能的なものに関してはもう皆さんご存知のところだと思いますので、うん、ちょっとこの辺のレーダーセーフティーのパッケージが、まあ、現行だと全部ついてきたりとか、はい、あとオーディオもブルメスターですよ。そうですよ、はい、その辺もしっかりついてきます、うん、でメーターに関してもこの 12.5 インチと 12.3 インチかな、はいはい、のメーター。であとちょっと先ほどの意外と知らない機能をちょっとかけちゃいますね、はい、どうぞ。360度のカメラ、うん、はい、ついてるんですけれども、はい、ここの車マーク、うん、はい、これ長押しで出せるっていうのも結構ご存じない方がいらっしゃるみたいですね。バックするときは出るけどみたいな、はい、それがこのボタン長押しで出せると、うん、そしてあとは僕正直言うとこれは知らなかったんですよ、この内気循環長押し、
やばいっすかそれ、やばいっすかこれ内気循環長押しすると、はい、あの空いてる状態でも全部閉めてくれるんですね、うん、だから例えばブーンと走ってて、うん、こう煙が出てるとことか、うん、ちょっとこう砂ぼこりであーって閉めなくちゃいけない時も、うん、長押しすると内気になって全部閉めてくれる、うん、でそのエリアを出て、うん、あもう大丈夫だって言ったらもう一回長押しすると最初の状態に戻る、うん、これ知らなかったんですよ、恥ずかしながら。すいません、あの僕うっすら知ってましたけど今言われてあ思い出しましただから結構知らないというか忘れてたりとかですね、はい、だから人によってはかなりこれ便利に使えるんじゃないかなですね、はい、はい、こんなのがついてございます。でももうあとは中最高です。最高ですね、はい、あのぜひぜひ原車確認で、はい、興味のある方見ていただいて、だから、ね、改めて今ちょっとふと思ったんだけど、はい、最新のメルセデスでこの薄いダッシュパネルってダッシュボードってこれなんか相当メーカー頑張ったんだろうね、いろいろね。いや相当だと思いますよ、ね、今時いろんなものの中に入れたいから衝突安全とかそういう機能的なもので言ったらもうかけ離れてますよ。だってこのダッシュボードにあれだけのものを詰め込んで、うん、なおかつ安全性も担保しなくちゃ、ね、そうでシルエットは変えられないんですよ。そう、ね、はだ一番最初ゲレンデ見た時に僕フロントガラス真っ平らだと思ってたんですよ、うん、それこうわずかにワンカツがしてた、ね、だその辺も走行性能だったりとかもういろんなものをこのガチガチの縛られた条件の中で組み立てた結果こうなったっていう。風切り音もなくなったしね。そうなくなったったら言い過ぎですけど相当静かになりました、はい、ちょっと乗り比べもちょっと機会があったらしてみたいと思います。そうだね、はいはい、こんな内装になってます。じゃあ続いてトランクを見てみたいと思います、はい、トランクももう紹介するまでもないと思うんですけど。そうですね、あの紹介したいおすすめ商品が ありますね。ゲレンデってこう開口部広いですけど、うん、はい、タイヤハウスの盛り上がりがあるんで、はい、使い勝手があんまりよろしくないっていう声が多いんですか。かなり多いですね。かなり使い勝手悪い。なるほど。正直言いますと、はい、で先代に関してもそうですけど、うん、この敷居を作って、はい、で平らにするキットがあると、はい、フラットにね。で現行に関しては、うん、先代よりさらにこうタイハウスの盛り上がりが出てるんですよね。はい、そうなんですよ。真っ平らにちょっと、うん、なかなかできない、うん、はい、ただ、うん、仕切ってあげるだけでだいぶこう使い勝手が良くなる。いやもう全然違います。もう下もこう有効活用できますし、はい、ちょっとこれも多分インサートが入ってるんじゃないかなと思いますけど、うん、だいたいこのぐらいの高さにするものが多いんで、はい、そうするとこの分使えるんで、うん、あのゴルフバッグだったりだとか。そうなんですよ、なかなか便利ですから、ね、はい、あとはそのまあ、アウトドア、ね、あの好きでキャンプ行かれる方とかあの意外とこう高さは詰めるんですけど幅がうまく使えないっていう話を聞くのでそのフラットにするボードで、まあ、当然ボードの下もまあ小物入ったりするの でボードから上って言っても普通の SUV よりそれでも広いのであの底上げされた感じになったとしても十分使えるし絶対つけた方がいいです。でまたいろいろあるんですよね。何種類もありますね。こう高級感のあってこう引き出しになってるやつから、はい、もう割とこう簡単にボードね、はい、ボードだけのものだったりだとか、はい、あとはその組み立て方で高さが変えられるやつなんかも今あるみたいなんで。 あるんですか。あるんですよ。あ、それはいいですね。いろいろあるんでその辺もご相談いただけると、はい、まあ、ベストなものがボンド名古屋でご提案させていただけるんじゃないかなと思います。はい、僕あのいろいろ調べてきたんですけど半分ぐらいしか喋ってないんですね。うん、だよね、はい、全部喋ってたらもうすげえ尺になっちゃう。いや昨日も、うん、あの僕が紹介したんで予習していろいろ調べてきて、うん、あの脱線しまくりで、うん、はい、あの死体やプフがまず真っ先に出てくるじゃないですか。もう期限を知ろうとすると、うん、そうするとその死体やプフが作ってた車がいろいろこう出てくるじゃないですかピンツガウアーっていうんですか、うんうんうん、あのバン、はい、あれめちゃめちゃかっこいいなと思って。ああ、いいね。でそれの流れをかなり組んでるんですよね、うん、デザインとか、うんうんうん、はい、その辺もちょっとでしかもピンあのシュタイアプフが作ってたやつも、うん、なんか1990年ぐらいまで、あ99年 か、うん、なんか契約終了するまでギリギリまで作ってたんですよね。だからオーストリアとその旧なんだちょっと待ってください、ね、旧東側諸国だけで販売してたんで日本全く馴染みないんですけど、あのプフエンブレムのゲレンデって結構あるみたいですよ、うん、ヨーロッパに。なんかチョレアじゃねらしいです。あ、だからそれがなんか 500GE かな、うん、がなんかオークションに出てきてとんでもない値段つくんじゃねえかみたいなニュースサイトもあったりとか。そうなんですよ。それウッドのシフトでこの辺もウッドで、うん、
あのエンブレムだけプーフになってて、うん、めっちゃかっこいいんですよ。だって日本に正規輸入してたのって昔メルセデス・ベンツ・ジャパンじゃないからね。あ、そうなんですか。はい、知らないでしょ。知らないです。 AMG ジャパンです。あ、そうなんですか。コンプリートじゃなくてもだよ。へえ、うん、でそれだけちょっと特殊な車っていう括りだったの。そうなの、そうなの。特殊車両だったの。だ AMG ジャパンっていうのは特殊車両セクションみたいな扱いだったから日本では。へえ、うん、そうなのよ。深いなと思って、うん、ちなみになんかそのプフバージョンのやつは、うん、後半なんかメルセデス・ベンツを、うん、のゲレンデバーゲンをプフ仕様にするキットもあったらしいですよ、うん、純正で。なんか良くないそれ。だ多分このステアリングのこのと前後のエンブレムとじゃないですか多分。え、なんかそれ取り寄せて作りたいな。古いゲレンデで。いや多分詳しい方はやってる方もいらっしゃると思いますよ。ですね、はい、というわけでもう今回は脱線しまくりですけども、はいはい、行きましょう。行きましょう。ちょっと皆さんこの辺もご存知のところだと思いますんで、うん、はい、ちょっと軽くプーッと。そうですね、はい、再確認という形で、はい、むしろ、はい、街中の足の動きっていうか乗り心地どうなんだって気になるじゃないですか、はい、乗り心地悪いって酷評されますから、はいはい、だから乗り心地も、うん、あ、ちょっと待ってください。この先レベル5交差点取締エリアです。乗り心地も決して褒められた、うんうん、乗り心地じゃないと思うんですよ僕正直言うと。そうですね、まあ、いろんなご批判もあると思うんですけど、はい、もっとこう乗用車ライクの SUV って今いくらでもあるじゃないですか、うん、はい、特に今あのメルセデスだと GL シリーズで、うん、まあ、いろんなサイズ展開してるじゃないですか、はい、だからそういうのある中で、うん、やっぱりこれだけ G が支持率を求め集めてるってことは、うん、やっぱりいい悪いじゃないんだなっていう。違いますね、うん、僕こういう話するとめんどくせえやつだなっていつも言われちゃうんですけど、社内でもなんかこう物事って物事っていうかこういう歴史もそうですけどちゃんとストーリーがあるじゃないですか、はい、言ってみればその歴史的な話だったりとか、はい、開発の経緯だったりとか、はい、そういうのがやっぱりこうずっと絶え間なく続いてたゲレンデ。さっきもあの車両紹介の時言いましたけど、はい、歴史が途切れてない車だから、はい、もうそういった話題には事欠かない。そこがあのなんていうんですか、人々を魅了するというかハマる人はハマっちゃうんでしょうね。歴史ストーリーも踏まえて、うん、だ現行型であってもこれだけ色濃く残ってますからね、うん、すごいよねこれね。メーカーの努力もすごいし、それを支持するユーザーの方たちの力もすごいし ね、形こそ違えどなんか911と同じなんかこの本当、はい、雰囲気を感じました僕は、うん、だから今市場では新型なのか前の型なのかっていう風な言い方をよくされるんですけど、僕からしてみるとマイナー前だ以前のゲレンデが好きなのか現行が好きなのかどっちですかみたいな、はい、どっちもいい車なんでどっちが好きですか。そうですね、はい、もうそんなくくり方でいいと思うんですよね。結構違いますよね。違います。違います、ね、はい、まあ、正直 より乗用車ライクに近づいたのはこっちかなと。あ、当然そうですね、はい、もう高速の移動ももう全然楽勝でこなせちゃいますし、はいはい、快適装備はついてるわ。そうだね、はい、乗りやすいわ、うん、でマイナー前 の、はい、W463、まあ、この現行 W463A じゃないですか、はい、W463 も最終進化型に関しては安全装備も十分ついてたし、そうですね、レーダークルーズがついてたりとかいろいろありますけど、やっぱり乗り味だよね違いは。そうですね、うん、味の違いどっちが好きかっていう、まあ、大きなところでいくともうとにかく軽量化されたのと、うん、まあ、急速オートマになったのと、はいはい、まあ、AMG だとスピードシフトになってますけど、うん、まあ、急速オートマ、うん、あとはステアリングなんかも電動パーステになったんで、はい、割とフィーリングが違ったりとか。そうですね、あと足回りなんかも、うん、フロントがダブルシフトになったんですかね、はい、はい、なのであの以前のゲレンデ G クラスに比べてやはりあの奥様女性の方がお乗りになってもハンドル回すのに大変だとか。あ、そうですね、はい、そういうお話もなくなりましたので、あのファミリーカーというかあの家族ご家族がいらっしゃって1台で全てを賄いたいという方であれば、はい、全然そうですね、はい、いや本当にいい車です。これいい車だね。
なんかある意味気持ち悪いよね。視界がいつも通りのゲレンデなのに、はい、乗り味が全く違うっていう。そうですね。つい最近仙台乗らせていただいたんでより感じます、はい、そうですね。普通に乗れちゃいます、うん、ただ結構ゲレンデって意外にって言われること多くないですか、うん、意外に乗り心地がいいんだよとか意外に小回りが効くんだよ。あ、確かにね。だから見た目のギャップがあるのは、うん、現行の方がギャップあるかなと。そうですね、はい、でもねそのギャップで言うと僕忘れられないのがW463 ですけど G55 コンプレッサー出た時に初めて乗った時に怖かったですね。早すぎて、明らかに危なかったです、はい、あれは強烈でした。エンジンより速くじゃないじゃないですか、はい、もうエンジンが相当速くいっちゃってますんで危なかったですね、はい、恐怖すら覚えるぐらいでした。でもそこから進化して足回りも多分ね、はい、年々レートが変わったりショックアブソーバーの減衰が変わったりで、だいぶ最終モデル G63 とかG350D とかこの辺は足も落ち着きましたしね。前方も最終モデルはすごくいいですね。あ、この間ね、ツッチーとツッキーで、はい、紹介してたね、はい、あの辺はすごくいいよね。あとはお子さん乗せるのにすごくいいっていう声は、うん、よく聞きますね。あ、そうですか、はいはい、後ろのこう視点が高いのと、はい、あと乗り心地なんすかね、うん、確かユージさんもおっしゃってましたよね、はい、なんか全然こう酔わなくなったっていう、うん、確かに乗り心地が良すぎて、うん、ちょっと、まあ、言ったら本当に超高級車みたいな船漕ぐ感じ、うんうん、があったりすると逆にそれがダメっていう方もいらっしゃるんで、うん、はい、確かに割とこう何ですかソリッド感があるというかこう、うん、リジットな乗り味というか、うんうん、車の動きをこう体で感じやすいというか、これちょっと曲がっていっていいですか、うん、はい、はい、確かにね、そうだよね、うん、船もそうですけどなんか今自分がどういう風に動いてるのかなって分かんないと酔っちゃったりとかしますよね、うん、そう、うん、それがこう車と一緒にこう体が動くと割と大丈夫だったりとか、うん、63ですから、はい、ちょっとだけ法定速度内でぐわっと、はい、うわーうわはい、もうおしまいでございます、はい、詰めないね、はいはい、あっという間に終わっちゃいます。これだってアウトバーンだったら200キロ以上でかっ飛んでいくわけですからね。そうですね、本当になんか今の技術すごいなって思いました。すごいですよね。巡航速度240ぐらいでしたっけ、メーカー交渉って。確かったかな、なんかそんなくらい。63そうかもしれないですね。確かね、63だと。でも車の形が限界があるんで、うん、ブラバスで800馬力にしても、うん、確かマックス240だか250だかあんま変わらないんですよね、うんうんうん、でもこの巨体が200キロオーバーでってすごいですよね。いや、すごいです、はい、実は僕ドイツ行かせていただいた時に、うん、僕らレンタカーで動画撮りながら、うんうん、アウディのディーゼルだったかな、はい、A4 アバントで200キロぐらいブーッとしてたんですよ、うん、そしたら当時だから出たばっかじゃないのかな、うん、G63、うん、200キロ走ってんですよ僕ら、うんうん、ぶち抜かれましたよ怖っつってでグーッてもう A4 で頑張って追いかけてったんですけど、うん、もうぐんぐん離されてって本当にいるんだなと思って、うん、すごいな。そのポテンシャルすごいですよね。すごい、うん、この四角いボディで、うん、もちろんそれ日本じゃできないですけど、うん、それをこう持て余しつつこう乗るのは、うん、やっぱりゆとりにつながるし、うん、もちろんその走りに対応したボディとブレーキじゃないですか。そうですね、うん、やっぱり絶対的な安心につながるなっていう、うんうん、これは売れますね、うん、大げさな言い方かもしれないんですけど、はい、メルセデスのほとんどの車種仕事から乗るじゃないですか、はい、あーブレーキ効かなくて怖いなっていう印象ってあないっすね。今までなんとなくそういう感じはないですね。確かに、はい、だから車格とエンジンパワーといろんなところのことを考えて見合ったブレーキが装着されてるというか、まあ、そういうところも考えちゃんとしてるのかなみたいな。まあ、どこのメーカー、ね、とは言っちゃいけないですけど、そこそこ速くてブレーキかって言うんだけど、いやー怖いわっていう時ってドキッとする時あるじゃないですか。
性能とブレーキのなんかその受け止められるのがちょっと合ってないなみたいな、バランスが合ってないね、あとそのパッドによってその温まらないと効かないとか、まあね、あるかもしれないですけど、うん、カーボンセラミックなんか特に特にね。でもそれって一般の人が街中で乗ってたら致命的じゃないですか。じゃあ冬場はオカマ掘っていいのかって話ですから、そういうわけにもいかないですしね、万人が乗りますから。であとつい最近仙台乗らせていただいたんで、うん、今改めて乗って思ったのは、はい、あのすごく、うん、なんだろうな、絶妙なとこで乗りやすくしてありますね。どういうこと？分かりやすいところで言うと、もうペダル、あ、ペダルね、圧倒的に現行で全然違うからね、はい、うん、レイアウト変わってるじゃないですか、はい、だからここがまず分かりやすいところで言うとすごくこう乗りやすくなってる部分、うん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 、あとはもう一つそのステアリングフィールとか、うん、そのブレーキのタッチとかもめちゃくちゃ自然になってますね。そうですね、乗りやすい、うん、それはあります。もちろんその仙台もその、うん、分かればっていうのは何ですか、うん、1回踏めば感覚としてこう受け入れられますけど、うん、はい、現行はこう初めの踏み心地確認しないでも分かりますね、うん、はい、いいよ、もう一個先まで行っちゃっていいですか。いいよ。だから多分ツッチが言いたいのはこうだと思うんだけど、現代的な高級あのセダン乗ってその後にこれ乗っても何ら違和感を感じないってことだよね。そうですね、そうですね、そう、今の本当に高級セダンって、うん、自分が想像してるものと近いじゃないですか。そうだね。でちょっと前の車って、うん、確認してから、あ、こういう感じねって言って乗る感じの方が多くないですか。多いね。ブレーキしかり、こうステアリングのフィールしかり、うん、意外とこう車によってはね、行儀作法じゃないけど、はい、なんかこう、ね、はい、あったりするからね、いろいろ、はいはい、こういう感じね、うん、みたいな。そう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 、それなく普通に乗れちゃいますね。これ多分女性の方でも、うん、こんなでかいブレーキついてても多分カックンブレーキにならないと。ならないね、乗れますね、うん。で、キレ、そのステアリングのレスポンスに関しても、うん、あーってならない、多分、うん、本当に自然にこうニュートラルに、うん、はい、使えますよ、これ、うん、これでおそらく足回りの進化だと思うんですけど、はい、昔の足回りで、その30年、40年前の車の足回りで、はい、ステアリングレスポンスが良すぎると、はい、多分、あ、はい、怖いんですよ、逆に、うんうん、ロールする前に車がどんどん切れていっちゃうんで、うんうん、で、途中からロール入るから、うん、すごく怖くて、それってこう気構えが必要だし、そういう車なんだって、まあそれはスーパースポーツに限って言えば OK なんですけど、一般の SUV とかセダンではありえないセッティングになってくるんで、でも最近の足回り、そのスタビライザーも電気的に硬くしたり、はい、多いですよね。そうっていうのがトータルでセッティングされているので、やっぱりこれはもうメーカー、あとはね、開発してるセンサー、開発してるメーカーさんの努力でしょうね。まあ、基本その足回りのこの上下の動きってアライメントの変化でもありますからね。そう、そうするとこうハンドル切ってる時に足回りが上下するってことは、それだけアライメントがこう変化してるってことなんで、そう、車の動きが変わってきちゃうっていう。そう、そうすると切り増したりとか戻したりとかっていうのが必要なんですよ。う、ね、う、うん、で都度タイヤのグリップが変わってくるわけだから、はい、そういうのをちゃんとね、車が受け止めてるので、ストレスなく普通に乗って、普通に飛ばして電子制御の進化すごいですよね。いや、すごい、ほんとここ数年半端じゃないですよ。反応速度もそうだし、うん、初めてそのポルシェの PDCC 付きのカイエンターボ乗った時にこんなすごいんだと思いました。はい、スタビと足回りのトータルでセッティング、さすがポルシェって思いましたね。でももっと言ってしまうと、エンジニアの人たちの努力ですよね、開発した、考えた人、素晴らしいなと思って、常時こう細かく減衰を触ってるんですよね。そう、なんか僕あのショックのその講習受け行った時言ってましたけど、うん、なんかそのカッターの刃みたいので、うん、そのタン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 ってすごい速度でやってるらしいですよ。へえ。でもそのオイルの流量というかを調整して、うん、はい、もう本当に事細かに、今の車センサーだらけじゃないですか、うん、そのセンサーのフィードバック使ってやってるっていう、うん、で今さらにその先に行こうとしてるじゃないですか、車カメラで見て、うん、基本的に入力する前にもう用意しておいてってい う、うん、準備してね、はい、それがすごいよね。だ、一部車種ではもう採用されてるじゃないですか、はい、そういう S クラスなんかも、そうです、はいはい、あったりしますけど、ね、そうですね、うん、というわけで今回は車の紹介ほとんどしてないんですけれども、うん、はい、なんかでもこういうのありで、なんかこう視聴していただける方たち、そのいつも普通にこういうの入りました、こういうですって
ボンドが今更ノーマルの G クラスを解説したところで、そうですね、面白くないよツッチーって言われると思うんで、なんか今回こういうやり方もいいかなと思います、ね、ちょっと新しい試みになりましたけど、そうですね、はい、まあ、これで興味を持っていただいて、はい、あ、確かに G クラスやっぱりいいよねって思った方にはもうぜひお問い合わせいただいたりとか、そうですね、はい、今乗られている方であれば今日話させていただいた内容で、うん、なんかこう刺さるものがあれば、はいはい、アフターパーツのメーカーでこことかかりで入り込んでもらえれば、はい、便利にしたりだとかおしゃれにしたりだとかしていただいてもいいんじゃないかなと思います、はい、というわけで今回はメルセデス AMG G63 エディションマットブラックをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。